そう、その服だよ。今日の服なので、メールのやつは一回見逃すとこでした。お、早いですね、今日は入りが。今の配信見る前に配信役入ってるんだけど確認した。さっきまでココアの配信おったんよ。でもイエイ、金ピカだるま。そう、夜ご飯食べてきました。キラ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 。頭痛くて今薬飲んできました。こっちに帰ってきて頭が痛くなったので、なんだろうな、雨かな。そう、ワンピースとコラボしてた、コラボしました。花粉、雨かな多分。明日か公園。イブ派ですね、私は。風邪じゃないですよ、風邪じゃないです。そう、お友達なんですよ。頭痛薬ないと本当に死ぬ。レナ版はレナ版、レナ版はですね。いや、リップを塗ろうと思ってこれを塗ってるんですけど、なんかこれが色が薄いなと思って、ここにリップケースがいろいろあるんですよ。だからなんか使おうと思ったらいや、これカーテンなんやけど、なんか使おうと思ったらちょっと携帯崩壊した、いろいろ崩壊した。ティッシュじゃないんだけど、ティッシュじゃないよ。天井なんか見えてへんで。このリップマジで可愛くて、本当に可愛いんですよ。匂いというか味もいいし、リップに味なんかねえだろうって思うでしょ皆さん。あるんですよ、それが。天井いつも見えてるんで落としすぎってことですか、じゃなくて味があるんですよ。本当ですよ、ほら濃くなったでしょ、ちょっとわかんないけど濃くなってる。え、13期いじめそうかな、わかんないけどね。マックね、やだね。そう、味大事だよ、食べてるんだから。皮むけてる、ここだけ濃くね。目尻？普通にあの漏れたリップをチークにしただけです。だるまさん、金ピカだるま。金ピカだるま。え、これは本当に買ってほしい、みんな。これも買ってほしいです。これも買ってほしいです。6番。買ってください、皆さん。冬絶対買って。冬過ごす人は買って。イコール全員。イコール全員です。買ってください。ぜひどうぞ。今日もラメってますよね、私。え、そう、あれ、あの写真さ、あの写真顔もふてこかったやんか。あの光漏れしたじゃん。買わせてどうしろと。いや、塗るんだよ、だから
塗ってる何になるんだよ。レナちゃんに買えじゃなくて自分に買うの、みんな。さんが6万買ってどうすればいいの。いや買うんだよ、6万買うの。6万黒いね、6万買うのみんなで。いやさ、あれさ、本当はさ、なんかあのみんなに別に見せる用の自撮りじゃなくて、普通になんか新幹線乗ってて、でなんかあの普通に3人がグループラインで話してたから、だからレナ今新幹線乗ってるぜみたいな感じで、今向かってるよっていう自撮りを撮ろうと思って、でなんかあのちょっとふてこい顔して自撮りしようと思ったんよ。そうで、こうやってこんな顔して自撮りしたら、なんかすっごい光がやばくて、多分アプリの なんかもあるんだろうけど、わかんない、なんかあんまり使わないアプリで撮ってそれを送りました。自撮り撮り、私の口がツヤツヤだったらコテコテラーメンでも食べてきたんかなってなる。ごめんなさい。いやでも赤いから、いや違うよ、街中の人もみんながあのリップ、レナのリップつけてたらあれだよ、あ、かきれなじゃんってみんなもなるから、通りすがりの人全員え、かきれなじゃんってなるから、はい、男女関係なく年代関係なく街中の人誰が見てもレナと同じリップつけてたらえ、かきれなじゃんってなるから。木本になりたい下地からファンデーションとかコンシーラーとか教えてください。全部教えたことあるよね、でもないかな、そんな詳しくは。下地はなんか使わない、ほぼファンデですね、そのままファンデいく。でもかけないなになれる。いやなれる、いやなれるでしょ。一番なれそうでしょそれ。かけないなにはなりたくないの。え、かけないなのファンス意外と若いの、そんなことないと思うとか言って。死んだ。最低だなレナ。いやでも正直だから、そう俺も限りになれるんだよこれを買ったら。そう、限りなの顔に整形してくださいっていうのめっちゃおもろいじゃん。そしてリップも、そう限りなのリップくださいって言ったらもらえるから、言ってみてね、また言ってみて。若くはない、わかんない、若いの、みんな若い、そんなにかけないしないでないから大丈夫。いやそんなことないよ、やばい、めっちゃ髪の毛がやばい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 。切れないなれるメリットは、かけないなれたら嬉しくない。そうファン 2,3 人だけどさ、ファン 2,3 人だけど髪の毛死んだ、もう最悪なんだけど、ほんと死んだ、マジ無理、やだ、ウケたし、めっちゃちぎれました、絡まって。ねえさん部屋から挨拶行きました、やばいじゃん、怒られるよそんなの、見つかったらダメだよ、見つかったら早く戻んないと。リップ10割。サワディーカップこんばんは。え、サワディーってどこなの、タイ、タイだ、タイなの。静電気大丈夫、屋根に行くかもって何、かもって絶対来て、やったじゃないよ。髪の毛死んだ、オイラなんだ。ねえオイラ死ぬ、オイラのことじゃないよ、安心しな。マジおもろいんだが、写真会握手会同会ねえ楽しみだね。ちょみんな名札つけてきて、どんな名札でもいいから、本当になんかあのこんなもうちっちゃい変な紙切れとかをもう本当に持ってくるだけでいいから、
から。タイだよね。バイバーイ。絶対守れないことは絶対って使ったらダメだからさ。そっかそっか、前みたいになっちゃうもんね。前みたいに、ね、前は本当に悲しかったよ。あのなんだっけ、オープニングアクト。なはずつけて言ったけど覚えてないやんけ。いやもう覚えてるよ。普通に次もさ、次もというか、次もっていうか、普通につけてきてよ。一年二組時代いいよ、別にいらないけど。今時代で。え、なんで嫌なの？多分認知されてると思う。いや、顔と一緒に認知させたいんだよ。顔と一緒に。本当に私はバカなので、バカで記憶力がないので。え、バツマの着ぐるみ絶対可愛いじゃん。レナも着たいんだけど。なんで好きでやる。学校の好きじゃダメだよ。しゃべり絶好調ですか、本当に。あ、再び使ってください。多分ご機嫌認知されてると思う。自信満々ですけど、まあ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 、持ってきてください。すいません。まあでも楽しく会えるのは初めてなんじゃない、トーク会で。前回会った人はなんかお試しだからさ、なんかさ、なんかどうしようかなみたいな感じの人も多いじゃん。別にまだ始めてないけどとかないけど、どっちの名前がいい。え、どういうことだろう。え、ショールームと同じ名前にしてほしい。こんばんは。山地来てもらってお正月に行っちゃって、うんふーん、いずれの流れね、やだね。バレちゃうってことだよね。いや、遅れじゃないよ、違うよ違うよ。え、でもなんかあの4人でなんかお揃いトーク、あ、でも言わない、もうトーク会でなんかお揃いしたいねみたいな言ってて、今バツ丸の来てくるって聞いてちょっとあれかなって思った。サンリオいいなって思ったっていう感じだから来たいって言っちゃった。でももう候補にないかも、言っちゃったから。名札の代わりに書き。それでいいよ。私なんか覚えなくていいよ。もう覚えたよ、覚えた覚えた、覚えました。いや本当にね、忘れちゃうの、本当に忘れちゃうんだよね。ごめんねみんな。前日に記憶全部消すから。一回やり直し。あと自分、レナのこともいっぱい説明するわ。試しであなた誰って言われんかった。あなた誰って言ったんですか私に。そんな記憶はあるね、あるよ。みたいな言ったよねレナ絶対。って言って自己紹介したよね多分、わかんないけど。え、違う、言われなかったって普通に聞かれただけかな。イケメンなら顔そこ覚えるとかないね。ないですね、ないですね。ガチ勢に名前見られるのやだ。え、どういうこと。自分がガチ勢なんですよ。話してみたい。オンライン話し会ありますか。オンライン話し会はないんですよね私たちは。同期とお揃いとかコスプレ世代のツーショット会でお願いしたい。あー、そうなの。あ、ツーショット会の方がいいんだ。そっか、いいねツーショット会。確かにこっちも記念に、みんなの記念にいっぱい残った方がいいしね。せっかくするならって感じよね。じゃあちょっと検討いたします。楽しみに待っていてください、今年のツーショット会。元気セコーン初日のお見送りで初対面かな。お、ちょっと当たる気満々。嬉しいねそういうの。いいね、当たりますように。そもそも初めましての時名前すら聞かれてない。あ、レナが聞いてないかってこと。レナがあるるるる。レナが名前を聞いたか聞いてないか問題。え、レナあんまりみんなの名前聞いてないよ。普通に話してた、聞いてないんだよね、やばいね。多分レナがあのショールームなんて名前で、え、なんかあのトーク会で
なんかあのグループトーク会あったじゃんか、グループトーク会でユアとかはなんかあの、え、ショールームってなんていう名前でしたみたいな、自分から聞いてたんだけど、かきれのマジでさ聞かなさすぎて、多分なんかまだ顔と名前覚えてないんだよね、自己紹介してくれる、名前教えてくれるって多分レナの方が聞かれた。レナ聞いてないわ全然みんなに、それな、自己紹介させてもらってないで、みんなの名前とか全然聞いてないわ、やばいね。あの、あんまり聞かれない、木本のショールーム見てる前提なのが臭い。いや、それな、マジその前提でみんな話してたもん。なんかトーク会ってそういうもんなんだって思った。そう思わないでいこうと思った。なんかあの知らない人が多すぎてレナのこと終わったって思いました。薄いよね口、本当に見たらめっちゃあれなんですけど、ダメですね、はい、私の唇ダメですね。前山言われた人はどうしたらいいんですか。私は魚釣りポーズで大きな魚釣りだって言ってください。ご要望は何でも お伺いいたしたいと思います。はい、え、そうなの、サンループで終わりの予定だったの、普通にショールームも別にいっかみたいな感じだったんだ。へえー、そうなんだ、みんな知らないふりしてただけかな。でもなんかそこで SK のファンの人ってその個人推しとか、その12期生まだ始めてない人でね、あのトーク会の時に、の時になんかあの12期生をなんか自ら知ろうとしてくれてる人が多くて感動しました。私的にはなんか嬉しかったですね。今なら子さんですよ、はい、結構子さんだと思うんですけど違いますか、わかんないけど。興味なかった、え、すごくないそれ、もうレナの魅力じゃんそれ、やばいじゃんレナ、天才じゃん。ハートありがとねいつも。そう、なんか自己紹介してっていう人が多くて、そうだけどなんかそれが嬉しくてって感じですね。はい、あれ違う、レナの魅力がすごかったってことだよね。講師の方が多いんですね。ああ、やっぱり多いんだ。初めての握手会で会ってる人は子さんです、もう決定決定でーす。まだ押してないからセーフ。子さんじゃないよ、じゃあ子さんになれないよ。結婚してー、結婚してー。今ココハがおったら絶対2回言った、同じこと2回言ったって言われますね。ありがとうございます、結婚して。さっきのココミ風お断りでーす。わ、ココハ。ショールームにいる人の1割くらいしか握手会来ない。え、そうなの？え、子さんならなくていいの？嘘でしょ？そう、2回言った警察なんですよ。じゃあ、カメレアちゃんの子さんでもあるな。お、2人の席にね。確かに。そんなこと言ったらみんなの子さんになっちゃうね。じゃあ、子さんの人は、次のトーク会だから1日目だから3月かな、3月の10何日かなに会いに来てくれた人は全員子さんとしましょう。オーバーだな、結構みんな子さんになれちゃうな、この言い方したらね。意外と嬉しくないから、え、なんで嬉しいでしょ絶対、え、嬉しくない、そうなんだよ、北海道の人とか来れない人もいるので、
次に会いに来てくれたら、あ、じゃあ今年の行かないの今年の3月仕事ですね、たくさんの方。じゃあもっとオーバーに考えて、今年のトーク会、握手会、ツーショット会のもうどこの日程でもいいから来てくれたら子さんとしましょうよ。新規でもいいの子さんとしましょうよ。なんかな、ダメ、それでもダメですか、それでもダメ、何、なんか何にしたらいい、何にしたらいいですか。子さんは嬉しくないの、みんな子さん嬉しくない、ファンじゃないけど子さん親戚風それ昔から応援してるよみたいな。え、なんでどこの日程も来て、全部来て、子さん嫌なの、だから飛行機内ちょうだいよ、いやね、そちらまで行けたらいいのにね、行きたいし北海道とか。子さんのメリット分かんないから、子さんやめとくそのメリット教えろよって感じだけど、子さんなんだろうな、それならいけるいや、じゃあ金運も上がるよ、子さんにもなれるし金運も上がるし、旅行とかぶってるなら仕方ないけど、もう推しに会うついででもいい。はいはい、そうです、もうこの3つ、この3つもつきます。来たらダメですか、ダメですか。とりあえず全日程完売させたいね。え、完売とかあるの、え、知らなかった、誰でも来れるんだと思ってた、時間制限以内ならね。え、完売とかあるの、本当に、これ頑張んなきゃじゃん、みんなみんな頑張んなきゃじゃん。え、かきれな応援 X アカウントも頑張らなきゃじゃん。そうだよ、え、金運上がるんですかねえ、みんなさ、子さんより金運なの、金運上がるよ、レナに会っといたら。もう応援してる子もいないから行かなくていいか、ダメだよ、だから来るんですよハト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 、あ、決まってんだ、事前に券を取る、え、そうなの、え、知らなかった、そうなの、え、絶対完売しないじゃん、完売なんて絶対しないじゃん、レナカキニャンイヤと合わせてる感じかな。え、そうなの、そうなの、そうなの、部数とかも知らないよね、5部までってこと、5部って何、部数増えないよ、ごめんなさい、収穫ね、やばいじゃん。あ、時間設定と枚数設定が合うようにされてるってことか。え、完売すると次から部数上がるの、そうなの、嘘でしょ、みんな240枚、それは完売するんじゃないダメなの、しないの、よし、完売させたら選抜入り、よしよし、みんなみんなみんなこんな直で頼む人いるいや、現実にビビってるんだけど、普通に待てないよ、出るまで。一部が240的な、完売したら選抜に近いの、そうなの、本当なのできる人数なかなかしないの。え、みんなじゃあもし完売したらもう何でもしてあげるよ、本当に何でもしてあげる目標2部に行くことです。じゃあ分かんないけど、それがすごいすごい目標なのか分かんないけど、え、これってすごい目標なの、分かんないけど、何部なのかまだ分からんし、え、何部って何、部数って何みんな買ったら完売するね、え、そうなの、え、フォロー
ス10だから買って、お願いとか言って余ってたらまとめて買ったら、え、何神じゃん、やばい、みんな聞いた、この余裕のあるコメント狭々で頑張りつつ、え、そうなの、一部時間どういうことだろう、じゃあ透明の部屋一部完売、あ、そうなの、二部からある人もいます、え、どういうこと、本当に何でも、え、何でもしてあげる、だからみんな頑張って二部スタートってどういうことなの、ね、待てない、待てないよ本当に言ってんの、頑張んなきゃじゃん、みんながみんなが部数1個増やすはちょうどいい目標だと思います、そうなんだ、じゃあそれを目標にしたいと思います、わかんないけどあんまりわかんない、パッとし、自分的にパッとしないことを目標にしちゃってるんですけど、今まず1枚は買うよん、1枚10秒だよ10秒だよ10秒、あれなが頑張るが頑張る、死ぬね、嬉しいよね、たくさんの人来てくれたら、ね、頑張ってファン増やす、でとりあえず部数わかんないから、いつ何着るかとか考えとけば、そうだね、何着よっか、何着よっかな、みんなが来たくなるような PR すんの、え、絶対来てくんないじゃん、他人任せ、人の人数が多ければ多いほどね、え、嬉しいよね、だけど覚えられない、いっぱいの人が来ちゃったら中間支給客さんで2分、あ、そういうことか、あ、部数が多くなる、え、どういうこと、わかんないんだけど、多くなるってことかな、だけどさ、前はさ2部あったじゃん、2部、ああいう感じってこと、もし例えばだからあれが完売制だって、もしレナが完売したらなんかもうブス、もう一部あるよみたいな感じってことかな、そういうことかな、感覚的に、わかんないけど、そうだよね、そういうことだよね多分、ツーショットの座りはあんまり含めないんだあ、そういうことね、え、どういうこと、え、いつ完売ってわかるの、ネットで、ネット、ネットで前日とか、あ、前日とか事前にわかるの、それってその日にわかるの研究室は大体一部なんやで、え、そうなの、一日に一回だけってこと、一日一時間ってことか、じゃあトーク会わかんないけど、そういうことだよね、その次にそれ、今回が完売したら次が2部になるかもねってことだよね、え、5部とか、めっちゃいいじゃん、ずっと話しとけるじゃん、そういうことか、そういうこと？ってことは前はさ、レナたち2部あったじゃん、2部あるってことだよね、前は2部あって、もしそれが完売制だったら次3部に増えるかもっていう感覚だよね、そういうことね、え、だからさ、え、じゃあさ、あれじゃない、今回さ、もしさ一部ならさまだ頑張れるかもしれないけどさ、もし今回さスタートから2部だったらさ、200何枚売ら、完売売らないと完売しないってことじゃん、で次のシングルで3部に行けないってことでしょ、要するにってことだよね、一部の可能性もあるけどってことでしょ、だからもし一部の可能性もあるけど
今回2部だったら完売するぞっていう目標を今立てたら、2部を完売させないとダメってことだよね。一部だけか、あ、やばい一部だけ完売させるんじゃなくて、2部全部を完売させないと次のシングルに貢献できないってことだよね。え、どういうこと？同じ人がひたすらループ3部にもなりません。え、ねえ、どういうこと？そういうことなの？良い気づきだえ、そういうことですか？同じ人だったらダメなの？え、でもさ、ネットで買うんだからさ、わかんないじゃん。ネットで完売させといたらさ、当日券はないってこと？予約制ってことですか？一人が大量に買ってもあまり意味はない。え、そうなの？ダメじゃん。じゃあねえ、考えちゃうよ。ねえ、絶対並んでくれないよ。いっぱい並ぶようにならないと。そういうことだよね。はい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 、だからいろんな人が買わないとダメってことですよね。ですよね。あ、え、そうなの？事前なんだ。はあ、ってことは当日券ないんだ。当日にこの近くで握手会やってるから行きたいなと思って行ってもダメなんだ。ネットで買ってないと。嫌なんだけど。ねえ、やだー、サバイバルじゃんそんなのサバイバルじゃん、人いないとか。サバイバルじゃん。そんなの良くないと思う。そんなの良くないと思うから、みんな頑張ってくださいみんな頑張ってくださいめっちゃ人任せ。え、サバイバルじゃん普通に。そうでしょ。完売してレーン滑走路、滑走路、わかんない、滑走路ってことだよね。みんなブッチしたと思ってくれ。いや、それな、やばくない？それ、そういうことか。え、今気づけました？ちゃんと大丈夫？そういうこと？そういうことなの？あ、ガラガラになってたらね。え、ねえ、やばいじゃん、サバイバル世界じゃん。死んだ、死にました。私はもう死にました。本当に言ってんの？ねえ、少ないじゃんレナってファン、正直ねえ、やばいよー。最初が肝心、肝心、肝心、あ、肝心くん。だってさ、前はさ、なんか1回でやめようと思ったけど楽しかったから2回目来たよーとか言ってくれたんですけど、それがないってことですよね、事前予約だから。お花がここで咲きました。頑張ります。ねえ、カソレーンとか言わないで、人気がすぐ分かるとか言わないで。死んだ、もう生きれない、やばい メンタルとか鍛えなくていいよもう気づいたじゃないよあ、そういうことね。あ、だから、そうなんだ、リピないんだ。じゃあみんなは買うときに、この子はもう今回は何回行こうとか何回でやめとこう。え、だから例えば本当は5回会いたいけどこの子は今回3回にしとこうってなったら、もう3回以上できないってことだよね。うーん、そういうことね。1枚買うから。え、制服の目の初日で1枚なの？本当に？あ、じゃあ1枚なんだ、1枚なんだ。
まあ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 、でもね、買ってくれるだけってことだよね。人数だよね。枚数じゃなくて人数ですよね。会員さんがしてください。すす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 どうぞ。次の件分かってくる可能性あるじゃん。あるんじゃん。くぐこないで、かすることで、それで泣く子がいる。もうかきれなも泣こう。じゃあ泣くわ。もう泣くわ。もし。滑走路はマジきつい。くさくさじゃないかな。こっちがきついし、普通に。本当に。いや、愛ないでしょ、滑走路は。簡単簡単、くさくさくさじゃないよ。何がくさくさくさなの。いや、ほんと笑えなくない？普通にそうなったら。終わった。終わったじゃん。そう、滑走路本当に人がいないことを言うんだって。やばくない？もう絶対レナじゃん。未来のレナじゃん。ちょっと闇モード。でもよかった、何しもレプトが私にひなげに頑張るんよ。それな、みんな頑張ってるよね、絶対に。完売にこだわるとしんどくなるぞ。ですよね、絶対そうだよね。いや、自分を追い詰めよう。自分を追い詰めよう。ここみは人気だから、もう3部ぐらいなんじゃない。もう、いや、もし完売しなくても、もうレナが全部買うよ。レナが全部買うよ、本当に。制服の目で注目集めよう。制服の目で注目集めれるのかな。先行演の編集をやったという例もある。それ本当に言ってんの。ってすいるの、その人たちを取り込まないとダメよ。あー、研究生のことが好きな人がってことね。制服の目名公演でファン増えるかな。ほんまにこだわったら、どうにその結果で泣くよ。泣かせないから、何ねえ、嬉しいんだけど。だけど、買いすぎはダメなんだよ。一人の人が買いすぎたらダメらしい。けど、いっぱい買ってね。やばい、余裕ある、コメントが。嬉しい。愛の滑走路とかじゃないですから、本当に。ねえ、やばくない？テンション下げるんですけど、下がるんですけど。やばいね、ウケる、普通に。プリマ、ショールームのフォロワーが目安だと思う。ショールームのフォロワーが今2000何人でしょう。で、ほぼ来ないじゃん、絶対に。ほぼ来ないでしょ。4分の1ぐらいしか来ないんじゃない。いや、ほんとに、笑えないよ、マジで。滑走路とか嫌なんだけど、もう滑走路って何？ね、みんな、わかってる？ねえ、みんな、わかってる？いや、話してみたいでしょ？話してみたいって思わせるって、もう話したいじゃん、絶対。話したくないの？レナと。でもさ、滑走路を見て、みんなはさ、助けに行こうっていう気持ちがあってもいけないんでしょ？前日だから。前日のさ、前日に買ってるからってことだよね。ショールームは在宅多いって言われてますから。ん？ん？ ん？そうなの。4分の1来たら完売してんの。じゃあダメじゃん。100分の1ぐらいしか来ないの。計算できないけどさ、100分の1が何人か。20人ぐらいですか。200人もいないよね。飛び立っちゃうよね。それな。それな。隣らへん空港あるって言ってたよね。海外逃げようかな、そうなったら。そして戻ってこない。ねえ、本当に言ってんの。ショールームで会いたいって思わせんの。もうじゃあショールームやらないでおこうかな。最近かきれなショールームやってないから会いたいなって思うでしょ。そういう計算はダメですか。スイキさんダメか。飛行機のかぶりも。やばくない？やだ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 やなんだけど。公園マジ、公園やっぱり大事なんだ。
終わった。20人じゃん。20人なの。滑走路じゃん。確定じゃん。かきりの滑走路確定です。もうツイートしといてください。はい、すいません。闇モード、闇モード突入。やばいね。あ、確かに公演実況する人いるね。え、配信やめたら忘れられるの？え、そうなの？やっててよかった。やっててよかった。え、かげりの愛嬌ないですか？本当に愛嬌あるで有名なんだけど。レナが会いたいと思わせるかが大切ってこと。終わったじゃん、終わったじゃん。実況お願いします。え、そうなの？よく見る実況。本当に毎日配信の、あ、本当。やばいね。本当にやばいじゃん。そうなの？公演ですみません、どうぞ。うえい、公演頑張ります。あ、まだ諦めるの早い。じゃあはい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 、運よく、まあ発売の前、発売の前だよね。あの握手会とかの制服の目公演が始まるのが、だから制服の目公演が始まるので、部数完売のために制服の目頑張りたいと思います。グループの気になる子を見つけるわけよ。えー、そうなの？見て、この方嬉しいですね。だけど遠くから来てくれます？完売必死すぎて。マジ公演大事なんだ。えちょ頑張るわ。制服の目頑張るわ。そういうことなの？その息ですか？え、でもそのすぐこうなる。心配するよ。いや、マジ頑張るわ、マジで。何みんなちょっとマジって使うの。いや、マジって感じの方がさ、マジ頑張る気になるし。だから初日に選ばれたのマジでかいんだ。え、ちょ、マジ頑張る。じゃあマジ頑張るわ。ねえ、ここみ絶対完売早いよね。ここみ本当に可愛いもん。だってもうレナだけで完売させてあげたいぐらい可愛いもん。振り物さえ振ってなくても反射してあげて、そしたらワンチャン。ああ、そういうことね。自分のサイリウムに必死にならないようにします。全員を虜にしたいと思います。スイッチ完売スイッチ、マジ頑張る。あ、そういうことね。ココアとサラはアンダーも出てるし、制服の目も始まるしってことか。だからやっぱり公演はそれぐらい有利だし、大事ってことだよね。ね、公演1週間前に気づきました。じゃ、本当にマジで打つわ。全員のこと打つわ。もう、座ってる全員打つわ。そしたらさ、もうなんか、あれだよね。大丈夫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 だよね。ダメかな。いや、マジ回避するわ。制服の目で。この間公演良かったから来たよ。そうなんだ。いや、その息だね。あ、そうなの？目あったってなる？よし、いいね、その情報。ね、ここみは絶対早いよね。とりあえずパフォーマンスしてる時に目があったらファンサ。オッケー、ファンサするわ。マジファンサするわ。全員にファンサするわ。もう本当に。端から端まで。そう。
端から端までちょっと垣根のファンにさせたいと思います。で、あのお見送りの時に、あ、お見送りの前か、なんか手紙のことぐらいでは、あのちょっとオレンジピンクサイがで染まるように、あれ今日垣根の生誕だっけってぐらい染まるようにいきますね。はい、頑張りたいと思います。泣くの？自己紹介で泣くとか早くない？いや、いつまでも泣かないけどさ。なんか同じようなアバターで違う名前の方がたくさんいるんですけど。いや、それな、もう途中さ、なんか頑張ろうっていう気合のさ、時にさ、なんかさ、あのマジ頑張ってみたいなコメント見たらさ、こう真顔になっちゃう。やばいな、やばい、カッソルやばいみたいな、カッソルが浮かんじゃうんだよ頭に。挨拶後の手フリフリ全員に素敵な、え、違うんだよ、なんかあの全員にフリフリしてるんですけど、なんか見てくれない方もいて、いや、そういうの考えないでよ。こう全員見てくれるよね、垣根のこと。はい、全員見てくれてると思うので。あ、本当に、え、ちょ、じゃあめっちゃ話させるわ、感想言いに来てねって全員に言うわ、トーク会で感想言いに来てねって。こいつ必死だなって思われそう。指ハートでもしたる？じゃあ指ハートでもしたるか。え、花花、え、花花何すんの？カスミ一旦始ま、一旦忘れる？じゃあ目合うまで見たる、じゃあ目合うまで見たるわ、もう全員のことね。そうします。え、自分から喋る子おらんの？で、喋っていい、いいって聞いてたからダメなんだ、あんまり喋ったら。いや、わかんないけど、喋っていいよね。ね、ね、同じアバターの方がいて、あの名前をしっかり見ないとダメっていう現象が起きてる。だけどちょっと文面でわかるようになってきて最近は。え、ガン見必須なの？え、ちょ、ガン見しよう。なんか今まではなんかあのなんか目合ってもなんか合ってるなー、ヤッホーぐらいだったんですけど。俺のファンになるんだよーってぐらいね、いきたいと思います。いや、それな、みんなアドバイスしてくれてるの本当に優しいよね。流れに負ける、あー、そういうことか。いや、本当にマジ制服の目で虜にするわ、みんなのことを。ね、2秒ぐらいもないよね。ありがとう、10分前教えてくれてありがとう。サータに目力負けない。あれ結構強いからな、あの目力結構強いからな、結構強いんですよね、あれ。にらもっかな、じゃあ全員のこと、目合ったらにらもっかな。怖い、あいつにらんできたってなるよね。ロックするから、え、待って、その技教えて、もっと。それだけチャンスもらえてるんやで、ね、マジ頑張る。ふんふん、できるかな。いや、トリコにしてみせますよ。めっちゃ悪いね、全員のこと。仲間の歌とかでもめっちゃおもろくない？あ、ファン減る、ファン減るか。ねえ、時々魔法を突っ込まないで。みんなのことを覚えるためにダンジョン読んだりアイテムくれる、いや、ほんとに、え、もうダンジョン読む、今日から読む。ほんとにロックするよ、めっちゃ見てくる。え、そうなの？本当にその技いただきます。え、本当に頑張るね。いや、楽しみですね、いろいろ。え、避けてませんよ。避けるとかないよ。にらむが正解かと。
違うサイリウム振ってても、ちょっと睨みじゃなく、あ、いいね、ちょっとうるうる顔でこんな目でね、いきたいと思います。かきれなは寝る前でも関西弁出てるビギナーになってるし、初見からビギナーになってますね。ビギナー私と一緒なので、まあ、許しましょう。前髪してたよね、前に来た時に。知ってた、知ってたよ、知ってたよ、知ってたよ。スポッツよね、ここら辺に。ちょっと短く続けられないね。ああ、詩人の時のジャンプ。パン食べた。やばい、真顔って言われる、また。いや、ファンの大切さと、ショールームの大切さと、公演の大切さ、すべてを知りました。ね、本当にさ、初日ポじゃこの流れで言うと思いましたか、この流れで。ちょ、うるうる顔ね、最後の方は泣くか。まだ見込みすぎ、自分のサイン振ってた方の顔だけは覚えとくやで。いや、それな、覚えとかないとダメですよね、本当にね、えって思うんですけど。2425、そんな寒いんだ。キリナが一番可愛いかな。嬉しい、可愛いかな、ハテナじゃなくて可愛いよ可愛いよ。一番ジャンプするわ。じゃあみんな見とってよ、多分さ、そこスクショとかさする人もいるじゃん。一番ジャンプするわ。オッケーオッケーオッケー。え、そうなんだよね、忘れちゃうんだよ、情報いっぱい今日もらえたんだけど忘れちゃうんだよね、忘れちゃうんですよ。でもな、その大事さみんな入った時から知ってるよねいや、それな、ね、ほんと最高だね、マジ最高、マジ最高ね。ちょっと衣装に目薬隠しとくわ。え、ちょ、ジャンプする、ほんとにね、間違いなくスクショするよね。え、でもさ、スクショする人も気をつけてね、なんかてっぺんじゃなくてなんかちょっと降りてるぐらいでさ、スクショミスとかしないでね。そしたらなんか、あいつさ一番高く飛ぶとか言ってたのに低いじゃんってなるから、一番てっぺんでちゃんとスクショしてほしいかなはい、はい、はい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 、お願いします。それでお願いします。そうなんだよね、人を忘れる生き物だから、忘れた方が楽になることだってあるんだよ、うん、寝だった今、あと5分ぐらいだよねきっとね。膝と腰痛いんですよね。そう、一番ベストの高さで撮ってください。あ、星ありがとう。おー、スクショでのスキル、高いんだ、失敗しないんだみんな。あ、何回も撮るんだあれって、一回だと思ってた。星ですね、レインボー星、それだけ飛んでないとかやめてよえ、本当に言ってんの、やばいじゃん。しかもさ、こんなに楽しい配信なのに今日の盛り上がりの何、舐めてんのふざけんじゃないよふざけんじゃないよ、ふざけんじゃないよね、本当に。夢だったらスクショ頑張るね、本当にさ、スクショね、スクショ絶対むずいよね。1110だよ、1110。あ、お口悪い、ありがとうございます。1100、あ、29に増えた、ありがとうございますありがとうございます。あ、みんななんかちょっと1100だよとか言ったから、ちょっといっぱいギフトありがとうございます、ありがとうございます。あ、いつものオレンジとピンクありがとうね、ほんと
ねね頑張るね、明日も学校だし。いや学校もこなして、テストだってこなして、明日の当選発表もこなしましょう、みんなでね。ね、みんなありがとう。みんなありがとう、優しいねみんな優しい。1100じゃんとか言ったらさ、みんなギフトちょっと増えたし盛り上がりのがちょっと増えましたみんなのおかげでみんなのおかげで増えましたありがとうファイトやばい、ウケる。学校も頑張りました本当に。ビームから学ぶか、愛嬌。明日3時に全ての運命ね。明日の3時でしょ、明日の3時って言ったらまだ学校だわね。えみんな頑張ろうね。ちょっとレナのパワー上げとくよマジレスするとそれだけ。ずっとマジレスしてるよね、でもそれだけ期待してるんですね。ちょっと頑張るね本当に。ね、みんな優しいね。こういう時の団結力がねすごいんだよね。姫の言うことは普段ギフト読まないから今日も読んでないけどこんな時でも読んでないけどね。えみんなありがとうね、今日もありがとうね。いろいろ頑張るね、いろいろ頑張ります。あれ3時間なんだ、あテストかな、頑張ってね。はい、姫のためにはい、ありがとう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 ね、みんなみんなありがとう、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 ありがとう、ありがとう。おやすみー、おやすみー、おやすみ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 なさい、おやすみ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 。